いるかな,なんか切る瞬間にコメントきて「いなくなった」「いた! <laughs>」「良い振り袖を良いお年を」いや本当にみんな。 いたそうなんかねちょうどコメント来た瞬間にね配信黄色切りそうになっちゃったからねはい,いやよかったですよかった伝えれてよかったまた会いましょうまたね会えるのねた楽しみしておりますの。 よんいやねねそうねまさかねそのね自分のね女の子のファンの子が振り袖選びに来てくれると思うわなくて今日はそのファンの人にも秘密にしてあったなんかそのその,その年代の女の子のがいるお家とかにはその お知らせが行くんだけどチラシみたいなのが行くんだけど基本的には今日とかのはシークレットシークレットだったからもちろんファンの人もいないし人見知りだから絶対ね誰も喋れない誰にも喋れないと思ってたらそのねもうたま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 っていうかそのたまたまこの。 自分のファンの子でその振り袖を選ぶ時期がかぶってだからねすごい運命的な感じだなって思ったのでそので私もね一緒に選んだんですけど結構ねあの意思が疎通していて。 いい振袖をね。可愛い振袖を選べたからすっごい良かったです。っていういいお話でしたでしょ。ほっこりするいいお話だったでしょ。そのほっこりするお話をして、えっと配信は終わりになります。<laughs> はい、ちょっと切ったんですけど、復活してしまいましたが切りますね。初見さんありがとう。こんばんは。こんばんは。ね、いいお話だったでしょ。はい、改めてえっと終わりたいと思います。 明日は天ィーニートの速報が発表されるので、えー、皆さんまだね投票迷ってる方はえっと池田会談に清き一票を入れてくださると嬉しいです、えー、絶対に諦めません、えー、6位以内で名前が明日呼ばれるように頑張りたいと思いますよろしくお願いします投票お願いしますバイバーイまた明日配信するので見に来てくださいおやすみ